2013年フィバアジア男子バスケットボール選手権は2013年8月に開催された第27回バスケットボール男子アジア選手権大会1日から11日までフィリピンマニラなどで開催される当初レバノンベイルートが開催地となる予定であったがシリア内戦の影響もあり変更されたイランが2大会ぶりに優勝し準優勝の地元フィリピン 3位の韓国と共に2014年 FIBA バ,バスケットボールワールドカップ出場権を獲得。中国は準々決勝で台湾に敗れてワールドカップ出場権を逃し、2000年シドニーオリンピックから続いていた世界大会連続出場が途切れた。2012年 FIBA アジアカップで優勝したイランが出場権を獲得。東アジア、西アジア、東南アジア、湾岸角、 サブゾーンにそれぞれ2枠、中央アジア、南アジア各、サブゾーンにそれぞれ1枠与えられた。さらにアジアカップにおいて優勝国イランと開催国フィリピンを除いた上位4チームに日本、カタール、中国、チャイニーズ台北が入ったため、東アジアサブゾーンに3枠、湾岸ンンサブゾーンに1枠が追加された。カッコ内はフィバランクレバノンは大会直前に 国内協会の資格停止処分を受け出場停止、一時ラウンドの対戦も含めて順位に反映されるオールスターチーム、ありがとうございます。